いい天気だ今日。日焼け止めもバッチリだ。ダリー。なき選手の方は誰だ。ダリー男を決めよう。ダリーを決定戦。前回潔陽一をやりました。でそこから国神伝助をやりました。はいはい。そうきたらもう次はこの人しかいないです。いやもう一番人気です。はい、なき選手の方です。なき選手知ってる？知ってる。あ見えて190センチ以上あるからね。え、あれじゃないの？子供店長。いやそれ加藤だ。加藤清志郎かそれ。はい、ということでなぎ清志郎といえば天才なんですよ。もうそこまで本気でサッカーやらなくてももう何でもできちゃう運動神経抜群の選手がいて、サッカー始めたの高校生だからな。高校からレオンに誘われて始めたんだけど、一番の強みは何かというとトラップです。今日はなぎをやるということで、なぎを決定するということで。なるほど。ただトラップだけじゃなぎではない。はいはいはい。さっきも言った通りトラップからのシュートがあってエゴイストのストライカーなんだと、なぎ清志郎なんだと、ということで3種目トラップからのシュート用意してます。この3種目を争ってなぎようということで3つ説明します。1つ目はブラックホールトラップ。はいはいはい。もう超吸収のトラップがあるんですけど、全てを吸収するトラップ、はい、もうキーパーも入ってもらって交互に対決します。浮き球のボールを蹴ってもらって、はい、それをファーストタッチで処理してそのままシュート、うん、で先に2点取ったら次の種目に移る。2つ目は方向転換トラップ。あのラボーナトラップですね。要はラボーナトラップで角度をつけてそれをシュート、はいはい、で最後がアウトのトラップ。アウトね。アウト。この辺でピッてトラップしてバンって打つんですけど、これも2点選手ということで早速やっていきましょう。しゃあ、それではレッツ。海が全然波がない、風が止まる、なぎ。なぎ。順番じゃんけんいきます。最初はなぎ。じゃあ選手の方で来い。先行で。誰？こんなの簡単じゃん。上に上げればいいんだよね。そう、いくで。いいボールじゃない？こういう感じです。こういう感じで浮き球をトラップ入れて次のタッチでシュー。よーし、あと1本かかった。めんどくせえけど決めるか。完璧だね。今のオッケー。オッケー。やっぱね、プレイヤーなんで、フィールドプレイヤーなんで、手じゃなくて足が先に反応するんですよ。くそー、もったいない。もう一回、もう一回。おお。キーパーの才能出てます。やばい、これ取られるかもしれない。ガガってるぞ俺。今のはガガ丸ですか？今のはガガ丸やな。入ったと思ったわ。今んとこマジでファーストタッチ全部悪いから、しっかりまずコントロールからでしょ。じゃあ、ごめん、もう一回浮き止めたい。じゃあ、ごめん、もう一回。素晴らしい。あれ、いけたんだね。いけるよ。マジか、今追うの遅れたわ。今のはすごかった。今のは止めないわ。よし、これで決めればいいんか。これで同点だよ今。あ、同点か。ここ取ったら、あの逆転のチャンスあるから。なるほど。でかい。集中。来いよ。ナイスキーパー。キーパ
キーパーだ。ガガマルだ、こっちは。ガガいた。ガガいたわ、今。これいいんですか？種目目は方向転換トラップです。ネイマールがよくやるみたいな、こういうトラップしてこれをシュート、蹴ってすぐ出す。いきます。うわー、あぶねー、あぶねー。一つ言います、ラボーナじゃないです、お尻です。ひねる。ああ、投げじゃない。浮かして、そうと。うまい。今決めたらでかかったわ。今のうまかった。今のは投げだわ。うまい。コースはまあまあだけど、ルールには乗っ取ってるよね今。あれは乗っ取ってる。1点は決めたい。ホームからのドン。ガーッ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 。スーパー。あれがナギ聖志郎です。今のはナギのトラップとイサギのボレー、方程式か。2つピース揃いました。方程式生まれたわ今。でも2点分上げてもいいぐらい上手かったな。あげんけど。あげないけど2点分の価値はあるわ今の。ここは取るぞ。ゴール前にエグいの頼む、バチラ。してこい。いや、コロコロ、コロコロ、コロコロシュート。ここを取りました。取られた。最後、アウトトラップからの、よっしゃ、ボレーシュート。ここは決めよう。高トラップの、こうか、高トラップの、こうか、もしくはコートラップのこう。やばい、危ない。おい、俺が投げだ。アウトで吸収して打ち込む。うわー、おお。勝ちだね。オッケー。ガッ。ガッ。うわー、もう。うわー。なりに。はい、ということで3種のトラップからのシュート対決、結果は2対1で翔ちゃんの勝ちです。あげよう。ナギです。うわ、俺何者にでも慣れてないわ。七変化のレオじゃない。
あー、それやろう今度。レオやろ、レオ。レオイガグリやろ。イガグリをやろ。そこ顔面ブロックをいかにできるか。絶対いいよ。絶対やる。俺はそれ王に並んでいいわ。まあブルーロック通してサッカーも上手くなれるかと思うので。ブルーロック企画楽しいよ。ぜひブルーロック皆さんも読んでみて、アニメも見てみてください。たくさんやらせてもらってるので、はい、僕らはブルーロックファンなんですけど、ぜひ皆さんも見てみてください。全然面白いので、はい。ということで、はい、今日の動画はこれで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。